MQ-8C ファイアスカウト MQ-8C ノースロップグラマン MQ-8C ファイアスカウトはノースロップグラマンがアメリカ海軍で使用するために開発した無人ヘリコプターである。MQ-8C は自律的な離着陸機能も有する。それは陸海空軍の偵察、状況認識、空中消火。 精密標的支援を提供するように設計されている。MQ-8C の機体はベル407に基づいているがアビオニクス及びその他のシステムは MQ-8 ファイアスカウトで使用されていたものをベースに開発されている。2013年10月に初飛行、2019年6月28日に初期作戦能力を獲得した。 2015年のオーストラリア国際航空省で展示されている MQ-8C ファイアスカウト2010年5月3日ノースロップグラマンは MQ-8B に自立制御を加えて改良したベル407ヘリコプターを飛行させる計画を発表した。それはファイア x と名付けられ米海軍への無人貨物補給能力を実証するためのものであった。 無人機ファイア X はアリゾナ州のユマ性能試験場で2010年12月20日に初飛行に成功した。2012年4月23日にノースロップグラマンは海軍から2億6230万ドルの契約を受注し新しく指定された MQ-8C ファイアスカウトを製造した。この作業には当初2機の開発用航空機と6機の 低価格性産機が含まれていた。海軍は海軍特殊作戦部隊用に28機の MQ-8C を必要としている。2013年3月、海軍はロールスロイス 250C47E エンジンを MQ-8C に組み込み、ホットハイパワーを5%増加、燃料消費量を2%削減、低格離陸電力を八パ電力を8%増加。 さらに信頼性を向上させた。ベル407ベースの MQ-8C の飛行可能時間は12時間、飛行可能範囲は150回り、および約 318kg のペイロードであり MQ-8B の2倍の飛行可能距離、時間と3倍のペイロードを備えている。2013年7月上旬、ノースロップグラマンは最初の MQ-8C を海軍に納入した。 地上試験はシステムが適切に機能し、最初の飛行を行う前に、地上管制局と通信することを確認するために行われた。MQ-8C はソフトウェア、アビオニクス、ペイロード、および付属機器を MQ-8B と共有している。自律制御を使用した MQ-8C ファイアスカウトの初飛行は2013年10月31日に、 ベンチュラ軍海軍基地で行われた。MQ-8C はノースロップグラマンと海軍が共同で運用した。ノースロップグラマンは2013年11月25日に2番目の MQ-8C を納入した。同社では14機のヘリコプターを製造する契約を結んでいる。MQ-8C は2014年12月16日に 駆逐艦ジェ畜管 J ダンハムに搭載されてテストを開始し、4時間以内に22回の着陸と回復を実行した。テストは12月19日に完了し、3回の飛行で32回の離陸と回収を実行した。ノースロップグラマンは、アン・ザッピー -1 ストルリットレーダーを搭載した MQ-8C デモ機を飛行させたが、当時は MQ-8C に、 レーダーは不必要であった。海軍は2014年7月に MQ-8C のレーダーの情報を表面探索、合成開口レーダー、逆合成開口レーダー、および気象モード機能とともに収集し始めた。アン、ザッピー -4 は一部の B 型ファイアスカウトに設置されているが、より大きな C 型は、より大きくより強力なレーダーに対応可能である。 MQ-8C は2018年に水上戦任務を2020年に機雷対策任務を遂行する準備ができている。本機の最初の配備は2016年に行われ、沿海域戦闘艦に50回流半径の ISR 能力を与えることが可能となった。ファイアスカウト計画部ではエアフレーム自体を装備してより多くの任務を実行するか、 大型の MHz-60S RC ホークヘリコプターによる有人無人混成チームに焦点を合わせるかを検討している。2016年5月26日にナベヤは MQ-8CO のオスプレイ30軽量アイサレーダーの契約を締結した。360度 50kg の空中レーダーは航空機の胴体の周りに配置された固定パネルを使用し、 それぞれに1 1ラムをわずかに超える重量のアンテナを取り付ける。最初の運用可能な MQ-8C は2014年12月に米海軍に引き渡された。最終的な開発飛行は327フライトで450時間が完了した後、2015年4月29日に完了した。2015年8月。 ノースロップグラマンは11時間の飛行で MQ-8C の耐久性を実証した。2015年11月20日、MQ-8C は3週間の運用評価期間を完了し、11フライトで83.4時間にわたって無人ヘリコプターのシステムパフォーマンス、耐久性、および信頼性を評価した。これまで航空機は427フライトで730、 飛行時間を記録した。感染からのテストは2017年に開始され、2018年7月、航空試験及び評価飛行隊1は、アセスコロナドで実施された MQ-8C の初期運用試験及び評価を終了した。MQ-8C は2019年6月28日にミッション対応が宣言された。 敵艦艇の致死性を高めることを含む LCS の焦点の変更と並行して MQ-8C の役割は目標補足及び監視データの提供に焦点を当てるように変更された。MQ-8C は7艦アプキス誘導ロケットポットを運ぶことができたが LCS には船のすべての武器を保管するために使用される武器保管庫が一つしかなく 航空機に武器を搭載するためのスペースは十分ではなかった。MQ-8C は兵器プラットフォームとして運用する代わりにその長い航続性トレーダーを使用して LCS に高度な視野外からの目標補足機能を提供することになった。なお MQ-8C は最大6個のミサイルチューブを搭載可能である。ファイアスカウトと FIRE X ドローンのサイズとパフォーマンスの違い出点、ノースロップグラマン、初見性能、ありがとうございます。